まあ、今実際東京都の補助金っていうのが出てますけれども、そういった補助金をどうやはり、まあ、組合っていう組合がありますので、どう使っていくのかっていうのをやっぱり考えていくべきだという、まあ、そのお金の面で言えばそういうふうに考えていくべきだと思いますし、一方でそのお金じゃない部分ってかなりやはり重要だと思うので、やっぱそこがどう浅草という地域をの観光資源だったりとかを使っていくのかっていう、先ほど地域が集積している地域だからこそですね、例えば豊岡市のカバンであれば、カバンストリートっていうストリートがあって、でそこは城崎温泉っていう温泉がある観光資源を使いながら、そこに訪れるお客様をどうカバンストリートでお金を落としてもらうのかっていうことに非常に考えてですね、施策もやっているので、そういったことをやはり考えていく方がいいのかなというふうには思います。で台東区の職員としてはですね、やはり地域として活動できるからこそですね、まあ、皆さんと顔を付け合ってどういうことをやっていくのかっていうのを考えるべきだと思いますし、やはり異業種とどう地域を盛り上げていくのかっていうのも非常に重要なのかなと思うので、やはり周りの、まあ、方々とどういうふうに比較製品を特に若い世代に伝えていくのかっていうことを考えなきゃいけないと思っております。で、まあ、そのやり方としてやはりその今資金的なところで言えば、そのどういうふうにこういったことをあまり言うべきではないのであのあれなんですけど、やっぱりそのどう組合さんが使っている補助金とかっていうものを行政の方があんまり言うことではないと思うんですけど、使い道やっぱ考えるべきだと思ってまして、でそのやっぱり使い道をですね、やっぱり使い方やっぱ分かってない部分もあると思うので、やっぱそのどういうふうにそういった使い道の使い方のどう一緒に考えていくっていうことをですね、行政もやっていくべきなのかな、まあ、今は多分そこ一線を置いてるのかなと私は思ってますので、そこをどういうふうにこう、支援じゃないですけど、台東区だからこそ、一緒に事業者の方と考えていくっていうことをやるべきなのかな。で多分豊岡市さんとかやってるんですね。でそれでやはり結束してますし、どう行政を介入することで事業者が結束していくのかっていうことをですね、やはり実際に行政側も考えるべきなのかなというふうに私は個人的に、個人的なことなんで大変恐縮ですけれども思ってます。はい、以上です。すみません、会場になってれば。ありがとうございます。引き続き台東区ぜひよろしくお願いします。あと大島さんにお願いは、前もお話した私の方もやっぱりちょっと腰が悪い障害を持ってますので、こういう福祉の方の連携もぜひできたらというふうにお願いさせていただいて、お話しします。以上です。実は僕、まあ、15年前会社作ってすぐに障害者自立支援を1割負担で作ったんですね。で中日新聞が取り上げてくれて、でものすごい電話が入りました。で一番僕の汚点だと思ったんです。調子に乗って取材を受けたんですけど、対応できないんだったら思わせぶりになるからダメだって。で俺の終局のゴールは、最終ゴールはそういう人たちの靴がきちっと作れるようになるってことがゴールです。要は足をデータ化してそれによって靴を作るんですけど、まあ今総合業者さんが作ってますよね。でも総合業者さんが作る靴っていうのは本人が望むものじゃないんですよ。僕はその時に中日新聞が書いたテーマはかっこよくって書いてました。要は普通に見えることが一番いいんですよね。でその作った方っていうのはバイク事故でかかとが伸びたまんま片方伸びてね。で僕はどうしたかっていうと、レディースのウェッジですよ。メンズなんですけどウェッジにして、でつま先でスーツの裾をダウンしろって。で要はレディースで言ったら6センチヒールぐらいかな、それのウェッジのメンズを作ったんですね。本人めちゃめちゃ喜んで、でそうするとスーツ着てもねパッと見分かんないじゃないですか。でそれが本当に良かったんですけど、で
1割負担で買っていただいたので、でも反響多すぎて、一番難しい分野です。でも取り込んでいこうと思ってます。あとですね、さっき田村さんとの話で面白いことありましたよ。今計画してるある浅草のホテルですけど、ホテルもコロナで傷んでるじゃないですか。で、僕らの業界も傷んでる。その時にまだ口約束なんですけど、ホテルのフロントで僕らのメンバーの靴磨きの子、朝出社そういうことも協力し合おうというような話が出てます。それから行政の方で言うと、実は、僕らのメンバーは実は補助金よりも、補助金も大事なんですけど、若い職人がトライアルできる、要は駅前立地で採寸できる場所が欲しいんですね。マルコの建物で、ここで予約制で、予約制だったらコロナにぴったりじゃないですか。で、実際に直接測ってしまえば売れるんで、そういう場所を提供してくれると、みんな非常に潤うと思います。要はなんだ、奥浅草でそこまで行くかって話ですよ。ちょっとなんか君ちゃんのリクエストは日本橋って言っとったけど、浅草台東区だとどう？やれば、まあ俺は日本橋いいんじゃないかなと思ったけど、まあね、台東区の職員さんとかいるんでね、あんまり言えないけど、まあ足利さんでもあれですね、上野のあの丸井の前とかね、あの辺がうまく活用できればね、待ち合わせは 80% でなかなか入ってくれないですけどね、それがあればだけで、そういう可能性はあるんですね。もっと気軽にご案内できて、もっと気軽にオーダー口に手が出せる。ちょっとあまりにもちょっと高くて時間がかかりすぎるっていうちょっとイメージが多い。あともうないですか？あと3分ぐらいで終わっちゃいますけど、皆さん最後にですね、今確かに橋本から言った言葉で、オーダー口って高い、オーダー口高いっていうイメージがありますけどね、実はセメントでメンズやれば3万円台で売れるんですよね。セメントなら3万8000円十分です。で、だいたい今までの感じで言うと、3万8000円の方だってめちゃんこ売れますから、ね、要は消費者の意識が既製品のだいたい倍ですよ。スーツだってそうじゃないですか。5枚のスーツ着る人だったら10万円のオーダーを簡単に買いますよ。靴も同じです。どうぞ。すいません、一般消費者の立場で一言、私現在、53歳ですけれども、もう私の同い年の友人の女性はもうオーダー靴しか履いてないですね。で、私自身も、右と左がワンサイズ違くて、右足が 24.5、左足が24なので、もう既製靴はでパンプスを履くことはもう諦めている状態で、いいパンプスを買ったとしても結局中敷きやかかとにパッドを入れたりとかして調整することがもうストレスで、もうパンプス自体諦めてしまうとかがあるので、やっぱり女性はオーダー靴の注文がすごく身近で手軽であったら、やはりすごい需要が高いなってお話を聞いていて感じました。ぜひ JSTF のところに見て、オーダーのサンプル、革がチョイスできる、ヒールがチョイスできる。で、一番大きいポイントは全くインソールごちゃごちゃ触ってません。要は靴で勝負しなきゃいけないって話ですね。パッドでごまかしたりそういうことは後でできますから、ちゃんと靴何も入れずに、中敷き 何の変哲もないですから、そこを見てほしいなと。ちゃんと靴をピシャッと合わせて、で好みによって
土踏まずを上げてほしいって言ったらできるようにとか、そんなこと思います。で、内山さんの周りはオーダーだけっていうとすごいなと逆に思いますね。はい、すごいです。なかなかパーセント低いですからね。で、消費者として単価はどれぐらいまでだったら OK ですか。今おっしゃっていた3万8000円から5万円台だったら、今まで無駄にしてきた靴を考えると安いと思います。その通りですね。俺の狙い通りです。あ、やっぱり8割の靴って履かないんだったら3倍4倍にしたって履く靴を履いた方が SDGs 的にもいいんじゃないかって考えてますね。あ、で、あ、やばい、12人です。まあ、以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日のシンポジウム第1部、をこちらの方で終了とさせていただきます。この後午後、1時30分よりシンポジウム第2部ということで、自社の弱みを生かせという切り口でまたこの3人のご登壇者の皆様からお話をいただきたいと思っております。あ、お二人ですか、失礼いたしました。お話をいただきたいと思っておりますので、またお時間になりましたらこちらの前をお集まりいただきたいと思います。そのシンポジウムの前にですね、午後1時10分より、外反母趾対応のシューズの発表ファッションショーという形でこちらで、ファッションショーを開催したいと思っておりますので、そちらの方も合わせてお楽しみにお待ちいただきたいと思います。それでは皆様お疲れ様でございました。ご登壇の3名様、ありがとうございました。